はい、どうもこんにちは、 N スタジオのリュウです。スカーレットネクサス続きやっていきます。これは上に登っていかなきゃいけないのかな。その前にこの辺探索しよう。何も落ちてないかな、さすがに。あ、アイテム1個あった。重回復。こういう裏とかに意外とあったりするんだけど、ないね。この上は、お、あった。ゲイ。泣きかな？したら、次はこっちの上だね。一応確認しよう。はい、ないね。ないね。オッケー。いたぞ！強化隊だ！隊長、ここは断絶の帯の通信障害がひどい。このままじゃ、こちらとの通信が途切れ。渡る！なんとか通信を維持しろ！他の部隊はいないのか？ポイントアルファの生存。隊長、天井にヒビが。くそ、カッコ回避だ。強化招待散開しろ。上から来るぞ。セット隊長、崩れるぞ。ありがとう。他のみんなは？ゲンマ・ギャリソンとツグミ・ナザール、無事だ。近くにあと二人いる。ユイト、生きてるか？ナギ、今どこにいる？瓦礫越しの隣だよ。ナオミちゃんと一緒。今 GPS を再起動する。うわぁ！ナギ、どうした？怪異があちこちから攻めてきて、ナギさんが。お姉ちゃん、まずい。怪異の数が多い。急がないと。俺が瓦礫をどかす。数が多すぎる。俺も手伝う。お姉ちゃん、ナミ、お姉ちゃん、大丈夫？大丈夫、ちょっと足を痛めたくらい。あいつ殺すわ。おい、頭冷やせよ、重ね。あいつを潰せば勝手に冷える。そっち任せたわよ。分かったよ、つぐみ。了解。重ね、大丈夫か？あ、出た。このカゲロウもどうしたか心配だ。カゲロウなら自分で何とかできる。それより今は目の前の敵に集中。そうだな。ちっちゃいのいっぱいいるじゃん。やった、全力で。お、ナギ、ちょっとドライブ発動。まずこのちっちゃいのを壊す。よし、あー、くそ、外した。
撃が効いてる。今の場所が弱点か。いけいけこのまま押し切れるか。オッケー、押し切った。ナギ、悪い。お姉ちゃんは大丈夫？今そっちに。動ける奴は力を貸せ。俺も戦います。なるほど、こっちが本番か。あれ何だったんだろうな。ってことは今までの怪人全部人間だったっていう可能性があるわけだ。誰かが人間を怪人に変えてたとか。そして硬い。どうなんの？ナオミ戻ってこないのかな。この叫びの時にあれかな、ゲンマの能力かな。そろそろ来るかな。何があったんだ。もう
俺たちの声は届かないのか。怪しい。みんな大丈夫か。元気出た。危ない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 。立て直そう。あ、第二形態まであるし、こいつ中ボスとかいうレベルじゃないじゃん。当たってないし、突っ込んでくるか。あー、危ねえ。当てて回避かな。一発当てる。あ、行って、危ねえな、これ。みんな大丈夫か。カモン、いいか、投資を使ってみて。危ねえ。攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。これか、ここか。いいけー、中回復。よし、痛い、回復間に合わなかった。こうや、痛い、やばいな。やべえ、強えぞこれ。ナオミ強えよ。ここで攻め切る。オッケー。これはやばいやつだ。よしよし、現場の方で消えようとするから、これ恵みの能力。よし、ギャスト回避。いいね。そう、緊張しちゃったのにな。油断したか。ゲームは頼む。押し切れるんじゃないか、これは。やめて、やめないと。待て、重ね。この怪異はナオミなのよ。お姉ちゃん。転送能力か。しかしあのサイズを転送するなど、よほどの超能力者でないと。
て、ナオミをどこへ送ったの？おい、カサネ、待て！くそ、瓦礫が…なんだ、これ…アンプルか…セイランの師匠が入っているが…なんだよ、今のは…ナオミちゃんが…ナオミちゃんが…ナギ、落ち着け！落ち着けって、お前落ち着いてられるのかよ！あれは何なんだよ！俺だってわけわかんねえよ！わけわかんねえけど、どうにかしないと！悪い、パニック起こしてる場合じゃないよな。でもどうする？これから。この中で一番キャリアがあるのは。いや、俺では無理だ。強化隊の指揮を預かっておきながらこんな状況を招くとは。ならこうしよう。俺はカサネを追いかける。ナギは前線本部に行って今起きたことを報告してくれ。俺だってユイタと一緒に。その足じゃ無理だ。つぐみ、ナギと一緒についていってやってくれ。通信障害が起きてて本部に繋がらないみたいだから。わかった。ユイト、気をつけろよ。ナギもな。ゲンマ、強化招待を預かってたならカサネはまだゲンマの部下だよな。だから一緒に来てくれ、強化隊の責任者として。そうだな、了解した。何が何やら。結局はナオミは誰かの意図によってで、解にされたって感じだな。それがセイランの紋章の入っ…ユイト、ゲンマ、待ってくれ。吹雪連隊長、二人とも無事でよかった。さっき、ナギとつぐみに会ってね。話を聞いて、慌てて君を追いかけたんだ。話って？ナオミのことだよ。彼らにも伝えたけれど、今回のことは決して口外しないように。口外するなってどういう意味ですか？言葉通りだよ。それが君たちを守ることにもなる。それとユイト、ここに来るときにアンプルみたいなものを拾わなかったかな？あ、はい。それはこちらで回収してもいいかな？そのアンプルは何なんですか？それとも口外できないものですか？このアンプルは簡単に言うと超能力の強化剤だよ。超感覚刺激ホルモンを増加させるものだ。セイランで開発しているとの情報は入手している。ただこれは海抜群の機密事項だ。これ以上は言えない。隠し事ばかりなんですね。そうだね。残念だけど、人間が集まると色々な思惑が生まれてしがらみになるんだ。こんな窮屈な蜘蛛の巣には近寄らない方がいい。そういう配慮なんだと思ってほしい。とにかく二人とも一緒に安全な場所へ行こう。いえ、この先にカサネがいるんです。ナオミを追いかけて。あの、カサネが心配なんです。このまま探しに行って構いませんか？わかった。カサネに会ったら彼女にも今回のことを口外しないように伝えてくれ。二人とも無理はしないようにね。こちらも救援を向かわせるようにするから。それと前線本部は撤退する可能性があるから、救援隊と合流できたら各隊のアジトで休むといい。それから改めて周防へ戻ればより安全だからね。
くれぐれも気をつけるんだよ。今日のことを黙っていることが俺たちを守ることになるだって。それに吹雪で隊長のあの落ち着きを、ナオミが怪異になったっていうのになぜ冷静でいられるんだ。ああ、何かが変だ。はい、というわけで今回の動画はここまでにしようかなと思います。何やらきな臭くなってきたな。海抜軍の上層部でもなんかそういう企みをがあるのかもしれないな。まあそれはやっていけばおよい分かっていくでしょう。なんか最終的にはあれだな、吹雪連隊とも戦うような形になりそうな気がすんな。まあ先が楽しみだね。ではチャンネル登録とグッドボタンの方お願いします。次回の動画までまたねー。